日本は今回のソ7は破棄でですね、まあ、全く慌てる必要はないわけですがあの安倍総理は冷静沈着な対応ですね、まあ、それに比べますと相撲、まあ、体の岩谷大臣ですね、まあ、あの人はもう本当にまあ軽率というかもうちょっともう本当に変わってもらいたいぐらいちょっと粗末な対応ぶりなんですよね、まあ、あのそれとともかくししましてですね。 現在、の韓国のムン・ジェイン政権の支持率ですね、これがねあのよくまあ皆さん50%以上とかいろいろ聞いてますでしょ、まあ、実際にはねこれまあ相当操作されているということで、支持率、ね先日もちょっとあの別の動画でお伝えさせていただいたんですが、まあせいぜい35%ぐらいだろうというふうにあの韓国のまあ元ねこういった情報の担当者、 あるいは元外交官であるとかこういった方があの発言しているわけですね。こうした中でよくねノージャパンであるとかまあこのジーソミヤ・ハキとこういうねプロカード持ってなんかデモしてるような人たちの映像皆さんも見たことありますでしょ。ほとんどやっぱり北朝鮮の審判であるわけなんですが。 えまあ韓国も実際、これ、文在寅政権になってからですね、韓国内にいるこういったの北朝鮮のスパイ摘発部門、これも廃止してしまっているわけですね、やはり廃止しないと都合が悪いんでしょうね、現政権そのものが、私はもう北朝鮮の代理人と言ってもいいぐらい、もうすべてがこの北朝鮮の審判に置き換わってますので、韓国の皆さん、 こういったことをですね、やはりもっと広めて、えー、冷静な対応をしていくべきじゃないんでしょうか。まあ、今回のこの GSOMIA 破棄についても、実際にあの日本には実害といったものはほとんどこれ、ないわけですね。うわ噂をするようなことも全くないわけですが、まあ、韓国内ではね、日本があの大きなショックを受けて噂をしているというような報道をしているところもありますけども。 例によってあの、まあ、韓国の報道というのは自分たちの都合がいいようにもう嘘を広めて、えー、自分たちの調子のいいことばっかりこう主張するということを過去にもずっとこれやってきておりますので、えー、全くあの信頼に足るものじゃなないわけなんですね。実は現在日本はあの大体8機ぐらいの,あの情報収集衛星ですかねこれ、まああの 打ち上げてるわけなんですが、まだ今後もね、これ増えていきますし、まあ、ある目的を持ってあげてあるものもあるわけですね。まあ、あのその他まあいろいろあるわけですので、あのまあ情報のね、えー、どういった風にどういう情報を分析して入手してるか、これはちょっとね、あの、えー、まあ簡単にね、この言えるものでもないわけなんですね。 これはやはり機密の情報にもなってますので日本政府もね、えー、公開しておりませんし、えー、日本に、まあ、例えばこれスパイ機関があるかと言われると、まあ、一般的にはないと、まあ、答えるわけなんですが、まあ、実際にはこれに類するというか、まあ、そういった組織があるとうんいうこともですね、えーまあ、あの言われるわけなんですね。でまあ、ここのの件を、ね、このぐらいにししてておきまして 今回の件でもですね、前にもご紹介しましたあのえ韓国の、ね、元国防相の北朝鮮分析官えここであの活躍されていましたあのコー・ヨンチョル氏、まあ、この人がですね、非常にあの興味深いことを言っているんですがえ今後、韓国ではですね、これを機会にひょっとすると、まあ、クーデーターの可能性もあると。 まあ分卸しは起きてくるだろうということですね。この弾劾を訴えるデモ。え今でもありますので、えー、これがね、今後さらに激しくなってくるだろうと。これはもうあの確実にそうなってくるとは、ね、言っております。で、またあの、まあ、韓国軍ですね。まあ、実際にはね、この韓国軍はこの GSOMIA、これについての破棄、これはもうほとんどんもこれ想定はしていなかっただろうと言われております。 でこの軍がですね、えー、今後どういうふうに動いてくるかということなんですね、えー。おそらくこの軍の中に、えー、北朝鮮の審判とそんなにいるわけじゃないですね、これ。そうしますと、やはりあの大きな、ね、政変が起きてくる可能性がやっぱり考えられますので、まあ、こういったところから、えー、こうヨンチ・チョル氏はひょっとするとこのクーデターの可能性があると。 まあクーデターとはいかないまでも、ですね弾劾を訴える動きはまあ加速度的に今後、大きくなっていくだろうということをあの言っているわけですね。それと今後の,あの日本の金融カードですね、これ、も韓国の息のねじしを止めてしまいますが、これはあの日本にとっても実害が及びますので、これはあの発動する可能性も極めて高いんですが、これはですね、以前、私が、 あのあげました動画の中に、えー、ありますので、これ、ね、最終、一番最後のところでですねあの、動画の紹介欄が出ますので、そこへ入れておきます。まあそれと今回のあの実2 0の破棄についてですね、まああるあの、まあのま在日韓国人の方でね、いろいろコメンテーターとしてもよくテレビに出ている方が、日本と韓国の えー、被害の比率、まあ、6、4ぐらいというふうに言っておりましたが、えー、日本の被害が6で韓国の被害は4だというようなことを言っておりましたが私はこれはもう全然違うと思ってます。ます、あ。せいぜい8、2ぐらいでですね、えー、韓国の被害が大きいと、えー、日本は特にあの困るものないんですよね、えー、2でも多いぐらいですので、まあ、9、1ぐらいでもいいんじゃないかと思うんですよ。えー、特に、ね、日本はあの韓国の、あのー 情情報報ももらなくても情報は入手でできるんですねまた、北朝鮮についての,あの、まあ、ミサイル発射のこの情報ですね、えー、どこから発射されたか、まあ、こういったものについては、まあ、ちょっとこれ、ね、軍事機密でもありますけれども、えー、日本もこれはかなり把握しているはずですので、まあえて、ね、こういったものを、まあ、受け取らなくてもよいと。 しかし韓国の場合はどこに着弾したかっていうことは、まあ、日本の情報がないとこれ手に入らないわけですね。まあ、それだけではありません。このソミア自体がですね 日本としてはもうはっきり言ってこれなくても、えー、なんか困るようなことあるかといわれは特にこれないんですよね、あのメディアでいろいろ言っておりますよ、いろんなことを言っておりますけれども、まあ、実害としてはねそう大きなものが出てくるわけでもありませんしこれがなくなったからじゃあ、えー、北朝鮮なんか、えー、ミサイルバンバンん撃ってくるかと、ね、あるいは戦争も起きるかと。 いうことはないわけですね。むしろね、日本にとって危険なのは、韓国による日本への攻撃ということなんですね。えー、これはの物質だけじゃなくて、えー、もっといろんなことがありますね。まあ、世界中で反日活動している国ですので、えー、これは事実上ね、韓国というのはもう日本を仮想敵国としてずっとこれやってきましたので、えー、この今更このジーソミアがあろうがなかろうが、全くこれはも関係ないということを言っていいと思います。 それともう一つ、この G メージーソミエ自体は、ですね、まあ、韓国、まあ、いずれこれ、あの近いうちに破棄するであろうということは、もうこれはっきり分かっていたわけですね、これ当然、政権内部でも、ですね政府の中でも、これはもうはっきりあの、えー、こういった想定はしておりましたので、な、え、ぜ、ー、かこれ、もう明白なんですね、ム、う、ン、ん・ジェイ政権というのは、明らかに北の政権と同じと言ってみ、ま、て間違いないわけですね。 そうすると、やはり金正恩のご機嫌取り、北朝鮮のご機嫌取り、あるいは交渉を北朝鮮と進めていく、こういった上においては、これ、あの金正恩ははっきり言うこと、自由層は破きしろ、破棄しろともずっと言い続けてますので、ム、え、ン、ー・ジェインとしては、これ、いい見上げができたということですね、ですから、この破棄はね、ずっとね、機会を伺かがっていたということなんですよ。 またあの北朝鮮はね、頻繁にこの文在寅政権を攻撃してますよね、まあ、物を呼ばわりしたり、もうひどいものをいいですよね。ところが、あの言われてる方はこれ何かそれについて反論してるかと、何か言ってるかと、えー、これ、全くないですね。えー、彼がじゃあ、金正恩のこと、なんかそんなふうにあしまに言うかと、言わないですね。えー、まるであの忠実なしもべのようにですね。 あの振る舞っているというふうにしかやはり外部からは見えないですね。 まあ日本はね、韓国のためには本当にいろいろ戦後ずっと助けてきて、韓国の発展に大きく寄与しましてね、技術も提供し、資金も提供し、ということをやってきたわけなんですが、まあしかし、テレビに、ね、出てくるこの反日韓国人、いろんなコメントってますけども、えー、見ていてもこの日本に対して感謝をしているようなコメントっていうのはなかなか聞かれませんね。えー、まあ、あの、あえてね、 悪役を買って出ているという言い方はできますが、まあ、それでもねどこかどこかにやはりそうした気持ちというものは出てくるものなんですねそれ必要じゃないかと思うんですよ。まあ、今この機会に日本もです、ね、本当に自衛隊の位置づけですね、えー、これを明確にこの軍隊であるという形にしないと、まあ、戦争側というか戦闘行為で、ね、外国へ行った時に 自衛隊の人がこう交戦して相手を殺してしまったと死なせてしまったとでこれで相手に拘束された場合はこれ殺人罪になっちゃうわけですね。なぜならこれ、軍隊ではないからなんです。でこれはあのこんなバカなことないと思うでしょですがこれが現実なんですよ。え自衛隊の皆さんにどれだけ、ね、あの大きな負担をかけて、えー、日本はこういった形で守れてきているか。 これよくわかりますねこれはの軍隊であれば軍人ですのでそれは戦闘行為ですからこれが殺人台とといいうことはないわけですね、まあ、日本の今後の対応としてはですね、えー、まあ,あのヤフーのコメント欄にね皆さん忙しいこといろいろ書いてますけどもまああ,のあれはねコメント欄ということで、まあ、向こうの国もコメント欄でむちゃくちゃね書いてる人もいますが。 えー、あのまあ、国としてはね、やはりこれ冷静に粛々とうん。どんと構えていれば、私はこれ全く問題はないとまあ、もちろんその方がですね、えー、韓国としてはこれまあ、焦るであろうということですね。もうとにかく向こうの枠に乗ってはいけないということだと思います。で、今日はあの以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。皆さんはどのように思いましたか？ ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録し。